Welcome to Death Rush。 みんなもランニングマンと T ステップのつなげ方をマスターできたかな。今回はこの2つを交互に短く切り替えるステップに挑戦しよう。これがマスターできればありふれた配置でもより自由にシャッフルダンスができるようになるぞ。まずは前を向いたランニングマンから始めよう。マークが来るタイミングに合わせて右足からスタートだ。3、2、1。ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ。クール、そのまま続けてみよう。ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ、ランニングマン T ステップ。グレート。こんな風にシンプルな配置でもランニングマンと T ステップの組み合わせで踊ることができるんだ。最後にスピードを速めてチャレンジしてみよう。3、2、1。ランニングマン T ステップ、ランニングマン 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 T ステップ。グレート。このテクニックを生かしてこの曲にチャレンジしてみよう。